皆さんこんにちは、逆転コーチング水原と斉藤です。本日はですね、視聴者さんから来てた質問に答えていく形にしようと思います。はい、今高校2年生なんですが、はい、高いレベルで英語を学びたくて、はい、東京外大か早稲田の国境どっちを目指そうか迷っています。はいはいはい、どちらがおすすめでしょうか。なるほど、これめちゃめちゃ難しいラインの質問なんですけれども、ね、はい、まあ、本日はですね、東京外国語大学、まあ三学部あるんですけど、東京外国語大学一括りにしてと早稲田大学の国際教養学部を徹底的に比較していければなというふうに思います。はい、観点としましては偏差値、就職活動、立地や雰囲気、はい、で最後にですね、それぞれどのような教育に力を入れているのかっていうところを元にお話ししていこうかなというふうに思います。はい、やっていきましょう。はい、また現在逆転コーチングでは公式 LINE を追加していただいた方に5つのプレゼントを行っております。内容はこちらとなっております。すでに500名以上の方にプレゼントを受け取っていただいておりまして、公式 LINE を追加していただくと自動で質問が送られてきます。その簡単な質問にお答えいただくだけでプレゼントをすべて受け取ることができますので、少しでも興味を持っていただけた方は下記概要欄の公式 LINE に追加してみてください。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチング。では早速ですね、各大学の入賞式と偏差値を見ていきたいと思うんですけど、はい、こちらどうなってますかね。まず東京外国語大学からいきますと、うん、こちら国立大学となっておりますので、はい、やはり科目数としては7科目必要ですっていうところと、うん、はい、独自問題で地歴と英語の2科目が必要と基本的にはなってくる大学になってます。はい、うん、対して早稲田大学はですね、はい、共通テストで国語プラス選択科目っていうところと、うん、独自試験で英語があるというところで、やっぱり科目数には差があるっていうようなところがありますね。そうですね。続いて偏差値ですね。東京外大の偏差値は、まあ、学部にもいるんですけれども60から65となっておりまして、はい、うん、ちなみにこちらはですね、国立大学の中でも国際系の学部としては65、うん、日本で一番高い数字になってます。すごいですね。はい、対して早稲田大学の国際教養学部、うん、こちら偏差値70ありまして、70、こちらもですね、うん、国際系の学部の私立大学の中ではナンバーワンの偏差値となっているというような形で、うん、はい、それぞれ国立私立のね、国際系の学部としての偏差値はトップとなっている形になります。はい、ここだけ見るとね、どちらも難しすぎるなというところが、すごい難しいですね。はい、で率直な受験難易度っていうところでいくと、帰国子女であれば確実に早稲田の方が合格しやすいかなというふうに思います。うん、はい、ただね、こう地道に勉強して全体的にコツコツ頑張るっていう人は外大の方が実は入りやすいかもとは思ったりする節もありますね。うん、すね、ありますね。うん、ただ人によりきりっていうところでどちらもめちゃめちゃ難しいっていうのがありますね。はい、続いてですね、大学の立地聞いていきたいんですけど、はい、この2つどこに大学あるんですかね。キャンパスの立地や雰囲気に関してはですね、東京外国語大学が東京都の府中市にキャンパスがありまして、はい、落ち着いた雰囲気が一つ特徴となっているかなと思います。うん、対して早稲田大学はですね、皆さんもご存知の通り東京都新宿区の西早稲田にキャンパスがあるっていうところですね。はい、でもやっぱ一つの街のようになっているので、うん、キャンパスの雰囲気としては結構落ち着いている雰囲気と賑わっている雰囲気で対照的かなというふうに思います。そうですね、っていうところが、まあ、立地や雰囲気というところですかね。うん、はい、ありがとうございます。そうしましたら次ですね、卒業後の進路ということで、こちらどうなってますかね。まずですね、うん、東洋経済オンラインさんが出している有名企業への就職率ランキングっていうところを見てみますと、うん、まず東京外大が全大学の中で34位、うん、早稲田大学が11位というところで、うん、ここは結構差がありますっていうところがあるんですよね。はい、うん、ただですね、外交官とか通訳翻訳家などの国際的な仕事に就く割合で見ると、東京外国語大学の卒業生の方の方が多いというような、まあ、イメージは持たれていいかなというふうに思いますので、うん、はい、企業に入るか、うん、それこそ個人としてね、外交官や通訳として戦うかっていうところでこの2つ分かれてくるかなとは思うので、一概にどっちが上とかはなかなか判断しづらい節ではあるんですけれども、はい、大学のネームバリューっていうところは確実に早稲田大学の方がありますの で、うん、そうですね、就職っていう観点で見ると、うん、早稲田の方がちょっと強いと言ってもいいのかなとは思いますね。なるほど。じゃあ、まあ特徴みたいなところも触れていければと思うんですけれども、はい、東京外大から見ていきましょうか。はい、東京外国語大学の特徴としてはどうなってますかね。はい、まずですね、やっぱり専門的な言語の教育が主となっていまして、20以上の言語を専攻することができるということですね。20言語、我々で20言語を出そうって言ってもなかなか出ないぐらい多分10個ぐらいしか今思いつかないですね。次ですね、やっぱり少人数制の教育にも力を入れておりまして、学生と教員の距離も近くて、うん、きめ細やかな指導を受けることができたりとか、あと海外留学プログラムもしっかりしていてですね、約半数の学生がですね、
ね1年間の留学をしているということですね。すごいですね、はい、留学にも力入れてるっていうところですね、うん、はい、魅力的ですね。めっちゃいいですね、うん、やっぱりさすがも外国語系の国立の中でもトップっていうところがあるなと思いますね、うん、はい、対して早稲田大学はどうでしょうか。はい、早稲田ですね、帰国子女の人が多かったりとか、うん、まあ、そういった入試にも力入れてますので世界中から学生集まったりとか、あと授業がですね全て英語なので高い英語力必要ですし、身につけられる形となっていますね。これ結構大変ですね、うん、はい、どっちも英語には相当力入れてるっていうところですよね、うん、雰囲気もやっぱりちょっと先ほど言った通り落ち着いてる雰囲気と国際交流といいますか関係性がこう豊かっていうところは、はい、東京外大と早稲田で分かれるかなとは思いますよね。そうですね、以上を踏まえてですね、はい、どっちがいいかって一概に言うのは正直難しいと思います。人によるっていうところがありますし、はい、うん、今日この動画を撮るってなってですね、知人で東京外大卒の知人と、うん、はい、早稲田の国境卒の知人がいるので、はい、実際どっち向かってたら今戻ったらどっち行くみたいな聞いたんですけど、はい、どっちも自分が卒業した大学に行くかなっていうふうに言ってたんですよね、うん、やっぱ入ったら入ったら絶対楽しいと思うんですよ、うん、どっちも間違いないですね、うん、どっちも英語力絶対身につきますし。そうなんですよね、うん、でこちらですね、まあ公式のものではないんですけれども、うん、過去にですね1000人以上に両方とも受かった人がねどっちに行くかっていうアンケートを取ったデータがですね、うん、ありまして、はい、うん、確実なものではないんですけれども一つの目安としてですね、早稲田の国境が 49% で東京外大が 51% と合格すぎますなんですよね。ただねこれ東京外大受ける人って東京外大第一志望の人が多いはずで、うん、早稲田国境志望の人ってね東京外大受けないはずなので、うん、基本的にはねどっちが世間的な人気が高いかっていうと早稲田の国境がちょっと高いのかもしれないなという節はあるんですけれども、うん、はい、両方のね、まあ、特徴や将来、まあ、つきやすい職業とかね、うん、全然違いますし雰囲気っていうところも違うので、ぜひねこの質問者さんや今この2つどうしようかなって迷っている方がもしいらっしゃいましたら、きちんと雰囲気とかを踏まえた上でどっちがいいかを判断していただければというふうに思います、はい、で、まあ、またねいろいろお話しさせていただいた通りですね、この2つは普通の受験生はなかなか合格しづらい厳しいところかなと思ってまして、はい、癖もありますしね、うん、かなり高い英語力必要ですよね。そうなんですよ、はい、なのでこう当たり前に学校や受験の勉強してて受かるようなところではないので、うん、本気で合格したいとか気になっている方はですね、現在ですね毎月枠数限定で無料受験コーチングというものを行っておりますので、そちらに参加していただきたいなと思ってまして、合格から逆算して今何をすればいいのかを1日単位で一緒に計画を立てるものを行っております。こちらの動画のですね下記概要欄を追加していただくだけでですね無料コーチング受講することができますので、今何すればいいかわからないとか英語をもっと得意にしたいけどどういう流れでやっていけばいいのかわからないとかね、そういう方も多いかなと思いますので、お気軽にね追加して無料コーチング一度来ていただければ嬉しいなと思っております。ということで今回は、まあ、東京外大と早稲田の国境を話してきましたけれども、うん、自分がこう受験生に戻って、うん、無条件で両方受かったらどっち行くかって言われると悩みますね、うん、でまあ、ちょっと今日ね動画の中では、はい、話さなかったんですけど、うん、やっぱ学費っていうところは結構変わってくるので、うん、もちろんねご家庭の状況だったりにもよると思うんですけれども、一旦そういうところを除いて考えたらすごい悩ましいところかなと思いますので、うん、国立目指すのか私立目指すのかっていうね方向性もあると思うんですけど、ちょっとでも参考にしていただけたら嬉しいなと思います。引き続き頑張ってください。頑張ってください。それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。